幸せな朝を迎えたいんだ。そしそ話してる恋人たちを睨んで、男は腰のカセットのボリュームを上げる。学校を飛び出してからはろくなことはない。教室じゃ俺はいつだって人気者だった。うまくいかないことがこんなにあるなんて、若いっていうのは結局未熟者のことだ。男はポケットの中で拳を握った。明日こそは幸せな朝を迎えた。
急ぐ世間の丸い背中を車掌は見届ける。靴音が響くホームの端っこで励ますように高く今夜も笛を吹く。心不全心境で毎日繰り返してきた俺たち一体どこへ出発したんだろう。夢っていうのは少しずつ釣り切れていくけど明日はせめて今日